文明の割に工作技術がクッソ高えから腕の立つ職人がいいんじゃねえかとは思ってたが、こんなヨボヨボのじいさんとはな。あのすげえ吊り橋もあんたの仕事か。ああそうじゃ、勝手に板剥がしよってむしらに協力など絶対に。あこの透明な石細工は、あああ、手伝いたくねえんならねえでいい。ちっとそこで眺めてやがれ。面白いもん見してやる。化石あんたにとっちゃ100億%そそるぜこれは。ふん、熱すると柔らかくなって変形するのか。脂身のようだ。なんという加工のしやすさ。やべえ、また吹きすぎた。ああ何しとる、まったく。回す速さにムラがある。それではきれいな器にならんじゃろうに。まさかわしを焚きつけるためにわざとやっとるんか。ああもうものづくり一筋の男がよ、ガラス細工なんつうよだれ垂れまくるもん目の前にしておとなしく座ってられるわけゃねえよな、化石のじいさんよ。くっ、まったく見ちゃおれん。まんまと乗っちゃうわい。もえ、わしにやらせろ。おマジか、そのマッスル。シカ、水。はい、なんだよ。やべえ、すげえ。化石のじいさんだってガラス見んの初めてだろ。工作自体の年季が違うからな。おっほー、これでも50年職人やっとるんよ。わりかしすごいよわし。いつの時代にもいるってこった。黙って人生仕事に捧げて生きてきた本物の腕のおっさんが。